ちょっとお前ハンドドリップでコーヒー入れてよ。聞いてる？ちょっと無理ですわ。なんでよ。ちょっと正月気分がね、抜けてないんですよね。もちろんハンドドリップ疲れたわ。今日はいいんちゃう？動画撮らへんの？もう今日はもうちょっと硬い動画ええやん。もうちょっとね、正月気分でハンドドリップ疲れてないですか、皆さん。うん、やっぱり、ね、ハンドドリップってね、ちょっと手間かかるんですよ。うん、でしかもその1杯分だけだったらいいんですけど、2人分とか3人分、4人分、5人分って増えていけばいくほど面倒くさくないですか。少なからずちょっと頭も使うしな。そう、グラムとか。そうそう、何秒とか覚えられへんやん。うんうんうん、俺いつも2人分入れたりするけどさ、こう5人分入れてって言われた時にパッて数字が思い浮かぶわけ。うんうん、面倒くさくないですか。まあ正直面倒くさい。じゃあそんな正月気分が抜けてないあなたに、今日は誰でも入れられる、なんか例が1個多かったな。誰でも入れられる簡単で美味しいコーヒーの入れ方を紹介したいと思います。え、はい、これだけでできちゃうんですよ。でもドリップよりも簡単、ドリッパーと湯沸かし器だけあればできちゃうっていう、まあそんな入れ方になります。そういうことは初心者さんでもできるとか。そうなんですよ、これ初心者さんにやってほしいんですよ僕は。ドリップめんどくさくなった方にももちろんやってほしいですけど、初めて入れる方ってやっぱドリップって衝撃高いじゃないですか。うん、これだったら本当に誰でも美味しく入れるんですよ。マジで。しかもこの入れ方の利点は、1杯分入れようが10杯分入れようが味そんな変わんないんですよ。ドリップってやっぱ難しいから、こう毎回毎回味変わっちゃうけど、これもう誰でも簡単に入れれて、かつ何回入れても同じ味が出せるっていう入れ方になります。じゃあ前置きはこれぐらいにして、早速レシピから紹介していこうと思います。それでは早速レシピの方を紹介していこうと思います。まあ、このレシピなんですけど、そもそも結構前に動画を出したサザコーヒーさんのカップオンの入れ方の動画、あれを参考にさせてもらってます。その入れ方をちょっとアレンジして、僕なりに美味しく入れられるレシピを開発したので、それを皆さんにねご紹介していこうと思います。まずは簡単にざっくり説明すると、まず粉用意してください。その粉をサーバーか何かの容器にぶち込んでください。でそこに熱々のお湯を入れて、それを最終ペーパーでこすってだけなんですけど、いろいろちょっとコツがあるんで、しかも簡単に覚えれるコツなんで、ぜひ皆さんがお家でやってみてほしいなと思います。では詳しいレシピを紹介していきます。まずはコーヒー豆 6g に対してお湯 100ml なので、 200ml 作るときは 12g。 今回に関してはちょっとたっぷり作ってみようかなと思うんで、 30g 使います。お湯を 500ml 使います。出来上がり粉にお湯が吸われてちょっと少なくなってしまうんですけど、だいたい 450ml ぐらいできるんじゃないかなと思います。で挽き目に関しては、粗いより細かい方がいいです。僕は中細挽きでいつもやってます。なんか深入りの時に細挽きにしすぎると、ちょっとなんかきつい感じが出ちゃうなと思ったんで、中細挽きぐらいで美味しくなるかなと思います。もうちょっと濃く出したい方は細挽きで出していただいてもいいかなと。で使うお湯の温度なんですけど、今回100度で設定します。あっ、熱々で大丈夫です。サーバーも本当は冬場とか特に冷えてるんで、最初温めてあげた方がいいですね。もうめんどくさいわっていう方はもうそのまま落ち込んじゃってください。こういう風に、はい、これで今回 30g を入れました。メモリが書いてあるサーバーとかだったら、そのメモリでミリリットルでやってもらってもいいんですけど、今回はねちゃんと出したいのでスケールを使わせていただいてます。で100度のお湯をここに入れて、最終こっちでこしていくんですけど、このこす時のドリッパーっていうのが割と大きめの方がこしやすい。ちっちゃいとこすのに結構時間がかかっちゃうんですよね。まあ一番お持ちの方が多いドリッパーといえば、まあハリオの V60 だと思うんですけど、もちろんこれでもできるんですが、もっと抜けのいいドリッパーの方が本来はいいです。今回はこのカフェックさんのフラワードリッパーでやっていこうと思います。ペーパーも抜けがいい方がいいですね。なるべく早く落としてあげたい、っていうか早く落としてあげた方が楽。それではまずお湯入れるところからやってみましょう。では100度に沸かしたお湯を、今回 30g の粉を使うので 500ml 注ぎます。あ、1個言うの忘れてた。これね、ポイントとしてはシンクの横でやるとむちゃくちゃ楽です。この理由は後から分かると思います。では行きましょう。注ぐと同時にタイマースタートしましょう。行きます。この時ね、ちょっとね持ってあげて全体にかけてあげると優しいですね。まあ後で混ぜるんで真ん中に注いであげるだけでもいいです。なんならもうこれティファールでそのまま注いじゃってもいいですよ。
ドリップ用のケトルじゃなくても大丈夫ですね。で、注いだら4回混ぜる。はい。で、シンクでこう水洗いしてあげて、これもうちょっと置いときましょう。で、このまま4分待ちます。4分経ったら、あとはコップの上でこすだけ。めっちゃ簡単でしょ。うん。でも蓋するのもめんどくさいんで、僕最近こうしちゃってます。確かに蓋なってるな。そうそうそう。あとはね、いろいろ検証してる中で、割とどんなコーヒー豆でも合うんですけど、コーヒー豆の持ってる味わいっていうのが結構ダイレクトに出てくるので、雑味のある豆とかは割とその雑味が隠しきれない可能性はありますね。ドリップだと結構工夫できると思うんですけど、うん、まあ、その辺は元の味わいに近い味わいは出てしまうと思います。逆に言うと、いい豆でもこれめちゃくちゃ美味しく入るんですよ。あとね、これアップしてもらってもいいですか。ここに層ができてますよね。で、1回 600g 入れたんですよ。700だったかな。それぐらい入れるとここまで来たんですよね。このサーバーって上に行くにつれてこう縮こまってるじゃないですか、うん、なんで縦長になってる分、粉の層が上に来ちゃって、下の方が抽出されにくくなってきちゃうんですよ。なんでできれば横長めのサーバーの方がいいです。極端な話、これで入れると最終ここの粉の層がここに来ちゃうんで、この辺抽出されないんですよ。ああ、そういうことか。なんで割と薄くなると思います。はいはいはい。だからフレンチプレスとかでも大きめの方を買っといた方がいいんですよ。大きめで少ない量作った方が美味しいんですよね、若干。へえ。っていうのがあるんで、その辺だけかな、味の変化しちゃう要因っていうのは。うんうん。注ぎ方も割と量だけ守っていただいたら、どんな注ぎ方でも美味しく入ると思うんですけど、どっちかというともうその容器の方が大事かなって思います。それがポイント。じゃあそろそろ4分経つので準備していきましょう。で、ここで1回だけこう混ぜてあげます。はい、まあ混ぜなくてもこうくるくるってしたら大丈夫なんですけどね。はい、1回2回ぐらい。はい、あとはこれを押していきます。よいしょ。本当はスプーンでこう押さえながらね、粉が落ちないように入れていく方がいいんですけどね、粉が入れば入るほど落ちる速度が遅くなっちゃうんで、できる限り液体だけを落としてあげると。はい、 OK。 で、最初の方が落ちるの早いんで、そろそろこっちに移しちゃう。はい、出来上がり。ややこしい作業がなかったな。そう、めっちゃ簡単でしょ。 6g あたり 100ml 使うっていうのだけ守っていただいたらもう美味しく入ります。と言ってる間に、フラワードリッパーは抜けが早いのでだいぶ落ちてきましたね。最後がちょっとね、やっぱ遅くなってくるんですよね。で、この入れ方まだ終わりじゃないですよ。まだね、一番いいところを紹介しきってないんですよ。まあ、なんやかんやでめんどくさいじゃないですか、ハンドドリップって。めんどくさいけど、フレンチプレスとかに比べて後片付けが楽っていう点もあるじゃないですか。ペーパーでこしたやつをそれ最後捨てるだけ。その後片付けが楽やから、入れる過程とかはフレンチプレスの方が楽なんだけど、ペーパーでやってるっていう人多いと思うんですよ。なんだけど、これ入れ方の簡単さで言うとフレンチプレスぐらい楽なんですけど、片付け方はペーパードリップぐらい楽なんですよ。おー、いいとこ取りやな。そうなんですよ。さあ、それを紹介していきましょう。入れました。横にシンクあります、うん、これをこういきますと。ほう。で、先ほどのこの残りですね。この処理めっちゃめんどくさくないですか。で、汚れちゃうし、うんうん、なんですけど、こうですよね。あー、なるほどね。これで汚さずゴミ箱に捨てれちゃうわけですよ。これ乾いたら、はい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 。慣れてくるとこれめっちゃ楽なんですよ。僕ね、最近朝この入れ方で入れるときあるんですけど、うん、お湯入れて歯磨きます。あ、なるほど。歯磨いたらちょうど4分ぐらい経ってるんで、あとこすっていう。なるほどね。あとこれね、抽出時間も杯数が増えても4分で大丈夫です。こういう浸出法って言われる、つけて出すタイプは、ハンドドリップとかの透過法って言われる抽出方法とは違って、抽出による味の変化が少ないんですよ。これコーヒーインストラクターの教本とかにも書いてるんですけど、こういうつけて出す抽出方法の方が味わいがブレにくいんで、初心者の方にも簡単に入れていただけるっていう感じなんですよね。そんな感じで入れ終わりましたので、早速飲んでいきたいと思います。サルー。うまいっしょ。うまい。ドリップ入れましたって言ってこれ出したら誰も疑わないですよ。
しかもなんかフレンチプレスみたいに油分が浮いてる感じもないでしょ。うんうんうん、確かにすっきりしてるんですよ。本当に浸湿法と透過法の間ぐらいのイメージじゃないですか。ペーパードリップの方の利点で言うと、もう少し繊細な味を出しやすいっていうのと、あとは嫌なところを隠しやすいっていうのがありますよね。これはさっき言ったようにダイレクトに味が出てしまうんで、例えばですけど欠点豆の多い雑味のあるコーヒー豆をこれで入れる場合はすごい雑味が出てしまいます。なんだけどペーパードリップの場合はお湯の温度を下げてあげたりとか、抽出速度をちょっと早めてあげて、あと口の嫌なところを出さないとか、そういう細かい技とかできるんで、ハンドドリップがやっぱり魅力的だし、そうやって考えて楽しくできるっていうのがあるんですけど、これはもう何も考えずに美味しく出せるっていう、豆の味をしかもダイレクトにね味わえるっていうね利点があるので、ぜひ皆さんご自宅でやってみてほしいなと思います。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。